東京選挙区の、最後の一議席ですか、獲得することができました令和新選組代表山本太郎です。まあ、一般的には万歳みたいな話になるかもしれませんけれど、万歳はなしです。はい、喜び爆発って意味分かりませんね。はっきり言えばここからが茨道だということだと思います。この参議院選のあと3年、国政選挙がないというのは非常に危機感を抱いております。消費税は当然今後3年の間に増税されるであろうと、それは2025年までに消費税を 19% まで上げろという命令がすでに経団連からも渡っております。これまでこういった資本家たちの要求にこれ軒並み 100% で応えてきたというのが、これまでの政治です。政策を金で売る、バッジで魂を売る、そういう政治が跋扈した結果30年この国は食い潰されました。ジャパンズナンバーワンという地位から極東の衰退国家へと進んでしまったということですね。その中でやはりこの国に生きる人々は大きな格差、その広がりの中において非常にしんどい思いをしてきている。そしてさらに今も首しまってます。ここに対して私たち令和新選組が、やはりこの国を復活させる、つまりはこの国に生きる一人一人が人間の尊厳を守って暮らしていけるような経済政策、この一丁目一番地というものをさらに声を大きくしていきながら前に進んでいきたいと、そういう思いです。4月の衆議院議員辞職された際の狙いとして、党の議席を少しでも増やして国政選挙がなくなる今後3年間与党の暴走を少しでも止めるということを今日も繰り返し説明されていたかと思います。そして今日見事山本代表は選挙区で議席を獲得して党全体のこの議席を増やすことに貢献されたわけですけれども、今後具体的にどのような形で与党の暴走を食い止めていくのか、もう少し具体的に教えていただければと思います。ありがとうございます。まずこの先行われるということを考えるならば、先ほど申し上げた通り資本家から要求されている消費税の増税というのは時期を見て行われる、そういう道筋になっていくとは思うんですけれども、その中でやはり今回この野党側が大きく数を減らした、それを考えるならば当然もうこれは本気で喧嘩するしかないんですよ。一方で与党内にも消費税減税それを望んでいる方々、自分たちの選挙区の人々の声を聞いている人たちはいますので、ある意味でその超党派でやりながらその方針を変えないというこの官邸であったりとか、そういう部分に対して徹底的に抗戦していく必要があると思ってます。で、私たち結果この選挙最終的に票が全部出そろわなければどれぐらいの議席が拡大できるか分かりませんけれども、最低限予算委員会というところに席が持てるという状態には今あると思うんです。そう考えるならば最初の目標は一つ達成されるということになると思います。一方でやはりこれまで与野党の対決となった場合に、やはりどこか最終的にその始まりから終わりの寸前までは徹底的な抗戦というのは見られるんですけれども、やはり少し分かりがいいというか諦めがいいというか、もうここまでだなというような終わりのタイミングみたいなものがやはり私は見えてしまうんですね。十分にしっかりと戦っている野党というのは確かに存在するんですけれども、やはりその戦い方っていうところはこの25年の不況の中にコロナ、そして物価高という状況で何の手も差し伸べないというような状況を逸したような者たちに対しては、これはもう徹底的にこっちも喧嘩するしかないんですね。つまりは何かというと、例えば体を張ったとしてでも国会を不正常化する、例えばそういうことも一つの手だと思います。つまり何かというと、今国会のパワーバランスを考えればこれなかなか難しい状態ですね。委員会これを勝手に開くことだってできるでしょう。与党側が終わる時期も勝手に決められるでしょう。本会議にも持っていけるでしょう。そういう完全にこのパワーバランスってものが拮抗していない状態、一強多弱というような状況の中で、やはり徹底的に私は体を張ってでも抵抗する場面はやってくるんだろうなというふうに思います。つまり何か本気で戦う野党ってことですね。喧嘩上等です。考えてみてください。野党時代自民党その絡み方といいますか、私野党時代の自民党の振る舞いを見て、あ、こんな輩がいるのかっていうふうにびっくりしたんですよ。つまりは力を手に入れなければ、権力を手に入れなければ自分たちの思ってる世界は作れない、自分たちが思ってる国づくり、自分たちが思ってる政策は前に進められないっていう気迫ですね。言ってることはむちゃくちゃだったりとかっていうのをもう多数見られたんですよ。もうこれぐらいのものを、これぐらいの問題をもう10メートルぐらいの問題のようにわめき立てて、
とにかくプラカード出してとか、もうとにかくややこしい人たちでしたね。あれは私は権力に対する、これはもう絶対に手に入れるんだという彼らなりのやり方だと思うんです。そういったところ私は野党側を見習わなきゃいけない、そう思ってます。ここからの3年間国政選挙がないという、ある意味でフリーハンドを権力者たちに与えるという、ここからのさまざまな不条理というものに関しては、野党が一丸となって体を張ってでも止めるぞと、時間をかけてでも、これは不正常化してでも、少しでもマスコミの皆さんにそれを取り上げていただきながら、社会全体で考える、国民全体で考える、この国に生きる人々みんなで考えるような時間、やっぱりこれは作る必要ありますね。そのような野党側の喧嘩の仕方というものがあれば、マスコミの皆さんも流さざるを得ないじゃないですか。そういうような展開をしていく局面なんじゃないかなと思ってます。数の力ではもう圧倒的に押し切られる、そういう状態です。だからといってやれない、何もやれないというわけじゃない。覚悟を決めてやるしかない、そういう期間だと自分の中で思ってます。山本さんの選挙活動を、まあ、各地で拝見させていただいたときに、メロリン Q をやってっていう結構まあ声は、まあ、飛んでいたと思うんですけれども、それはまあ首相になってからということを、まあ、結構かたくなにおっしゃられてたと思うんですけれども、ここまでだよ、ここから先は総理になってからだよ。失礼をいたしました。錦糸町でやっぱしあのバスローブは着ていたけれども海パンにはならなかったというので、ちょっとその最後の一線だけは守られたのかなとは思ったんですけれども、それやっぱしそのあの海パン姿になるっていうのはもう総理大臣になってからというその公約は変わりないですか？公約は守るタイプですので。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、全部見せちゃってどうするんですかそんなの、ね、切羽詰まってたら全部見せますよもう。切羽詰まってない、はい、ありがとうございます。他ございますか？結構ライトなんか出てきたんでライトなんか行きやすいですよ今。当選おめでとうございます。あのメロリンさんの話が出たのでちょっと伺いたいんですけども、当選されてメロリンさんは何とおっしゃっていたのかなっていうところを伺ってもよろしいでしょうか？さっきあのショートメールの方におめでとうって入ってきましたね。あ、メールでやり取りされてるんですか？もちろんです、はい。あ、そうなんですね。 この場で電話取れないじゃないですか。あ、そうですよね。そりゃそうです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、以上です。